はい、というわけで早速今日もやっていきましょう。はい、今まではですね、ちょっといろんな雑談話をしてきましたけど、今日はですね、ちょっと張り切ってやっていきましょう。はい、実は前回もお話した通り、このような感じでですね、結構成長させました。はい、というのも V ロードというのをですね、日本シリーズのところまでやりまして、ちなみにイベントもこれだけやってます。はい、まあ、ちょっと野手がね、もう一人で、エナジークリアなんですけれども、はい、なので、右上にもある通り見るかな、今400エナジーぐらい溜まりました。まあ、初心者なんで V ロード戦うたびにね、5エナジーもらえるので、はい、というわけでもうですね、全勝、はい、全勝です。まあこんなもんしょ調子乗るなってレベル1だぞお前っていう話ですけども、はい、まあまだね、全然このレベルだったら全然大丈夫なんですね。はい、あ、牧選手、あ、結構久しぶりですね、使うのあんまりこう普通にプレーしてる時もね、牧選手出てこなかったんですけど、いいですよね。まあ実際にね、日本代表戦でもホームラン打ちましたね、牧選手。お、こんな感じのやつが入ったホームランだったな、確か。ナイスバッティングでございます。本当ね、いい選手を取りましたよ、本当ドラ2で、うん、初回10点ですって、すごもう相手チーム諦めますよね。はい、私個人的に好きな長岡選手、なんかセンスを感じますよね、うん、長岡選手はって言ってたら真正面だった。さあ京田選手頑張ってほしいですね。京田選手やっぱショートのね、華麗な、そしてバッティングも素晴らしい京田選手、期待しております。20対0、すげえな。まあ、2対、これで 2-0 ですね。はい、2勝0敗。まあ4連勝でしょうね、これは。見事に。はい、助っ人無課金で賞賛今でしょみたいな感じで、結構なんか時代を感じますね。さあ糸原選手、糸原選手ね、まあ、ちょっと若干ね、やっぱごめんなさい、違うサード欲しいんだよな、打ちづらいんだよ、ちょっと糸原選手は。なんかね、ミートっていうか、そのミートポイントみたいな広いんだけど、いかんせんちょっとパワーがね、足りなさすぎるっていう。ごめんなさいね、糸原選手。を扱っててね、やっぱパワー系のヒッターはね、いいですね。ウィーラー、ソト、まあ、牧さんもそうですね。あと、照明さん。佐藤輝明選手。まあ、ピッチャーもね、慣れてたもんで。と言いながら、2ボールですけど。あ、取りました。はい、勝ちました。あ、そう、佐々木朗希選手が先発だったんですね。まあ、皆さんね、まだ B ランクの選手ですけども、まあ、いつかはね、全員 S 級の、全員 S 級って、
でもすげえ難しいだろうな、このペースでいくと。やっぱ皆さん課金とかしてるんですかね。どっちの方が重要なんだろう、無課金と課金するのって。まあでもやっぱ無課金っしょ、時代は。そうなの、時代は無課金なの。これ走者しそうですよこれ。うん、こんなヒットを打ってみたかったな私も。左中間真っ二つみたいな、で走者一掃みたいな、私の野球人生の中で。あでも2回ぐらいあったな。あ1イニングプレー、これね、正直ね、私この1あれ1イニングプレーなんですけど、毎回あの2桁得点ぐらい 取れちゃうんですよマジで。なのでいっぱいあのこれヒットとか何十本とか二塁打何本打つと、あの、まあ、そういうのでも貯めてったんですよね、どんどん。あのエナジー早っ、シュート選手。あ、与座選手日本代表選ばれてましたね。しかしこれですよ、こちらも日本代表佐藤輝明選手。いいですね、近畿大学できましたね。はい、バッターは守備交代から起用されている大賀。ベイスターズホームランで得点を挙げています。噛んでないです、2桁得点取っちゃうぞ。本当にセカンドの右抜ける、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー1塁となりました。バッターは5番、これもホームラン行きたいですね。今日はホームランを放っています。ヒットでランナーを1塁に打ちました。ピッチャー取った。マジか、普通に2桁得点の勢いだったんだけどな。勝ったのになんか承知しちゃったよ。まあでも全勝ってこと。いや見たいっすね、この斉藤と、斉藤隆さんと三浦大輔さんの本当のハグ姿を見たい。そこに石井拓郎コーチも入ってね、まあ、ちょっと世代は違うけど相川さんも。この前取って走りながら手振ったの何なんだろう。これこれ動画のタイトル横浜優勝にしようか。いっぱい見てくれるかな、釣り動画じゃねえかって言われる。あすげえ、25エナジーにももらえるんだこれ、すげえな。はい、というわけで、レベル1ですけども優勝いたしました。はい、というわけで、なんだこれ。あーなんかよく分かんなかったけど、この V メダルってやつでなんかもらえるんすかね。え、微妙だな。とりあえずエナジー全部これでいくと、でオスナ選手でしょ、あとは別に
で、ユニフォームチケット1個だ。はい、じゃあね、今日はこれ試合をこれで終わりにしまして、実はですね、この動画のためにですね、結構な、言葉が出てこなかった、あのガチャガチャっていうのか、これがんばれ自宅の Wi-Fi、 自宅の Wi-Fi がんばれよ、通信通信通信、あれあ、タイムアウトになっちゃった。え、大丈夫なんこれ。あ、一回再読み込みするだけか。よかった。Wi-Fi が途切れ途切れ。はい。じゃあね、早速これ B ランクの選手も、これはね、もう B ランクなんで、ちょっとごめんなさい、若干流し気味で。はい、堂林選手ですね。はい、でも B ランクで、そしてゴールドを A ランクとかでいきたいと思います。はい、ライアン選手ですね。まあ、先発はね、ちょっと割と、まあ、B ランクだったら揃っちゃってるんで、まあいいかなっていう。さあ、本番はこっから。なんか調べたらゴールド酒井さんか、元ロッテね、はなんか A とか、まあ時には S とかも出るらしいんで、さあどうだ。お、あ、来た、 A ランクだけど島田選手って聞いたことはあるけど、どこの守り今の何の歌、そっと、もう何個目、もう S ランクいるっつってんの。頑張れ頑張れ Wi-Fi、 頑張れ頑張れ Wi-Fi、 頑張れ頑張れ Wi-Fi、 おいおい Wi-Fi、 またか。まあ普通はね、こういうとこカットするかもしれないですけど、カットしません。はい、じゃあいきます。なんか奇跡起こんねえかな、何も出ない。 B っぽいっすね。うん、田中選手いいピッチャーですよね、中継ぎのね、田中選手。サヨナラチャンス、これも B かな。あ、 B だけどいいですね。ちょっとこれを抑えに持ってきたいですね、せっかく。まあちょっと抑え強いな、本当、マクガフ森選手。え、なんか、あ、金に光ってるよこれ。あ、来たんじゃないこれ、やばいやばい、おお、来た来た来た、これはあれ S 来たんじゃないこれ。あ、来ました、うお、え、え、セブンの選手でした今、川越選手、え、あ、川越選手、あの70何番とかの人だ、あれ今、今、え、俺それぐらいの認識だよ、もう。
あーとこもう A ランクだ、 A ランク。さあ誰だろう。あー堀選手ね、中継ぎっすかね。あいい、左来ましたね、左。いやー S ランク出たけど、ごめんなさいって感じか。はい、というわけでちょっとねガチャバージョンをお送りさせていただきましたけれども、いかがでしたでしょうか。